横山太郎さんというのは実の親子じゃないですから、養子になるための努力は大変な努力だったんですよ。まあそんなこともあって本能的によく働きましたね。サンドイッチマンなどをやって、その年が一番ね売り上げが上がったというそんな記録が今でも熱い思い出としてはあります。で僕21歳の時に覚醒状態を1週間体験したですね、その体験は自分の深い意識に刻まれちゃっておりまして、それが自分のなんていうか基本軌道を作っていくんですね。覚醒状態というのはある瞬間にね、瞬間に輝いてるんですよね。輝いて通行人も輝いてるし、一緒に働いてしても輝いてるし、人に言葉で言ってもね、言葉で言い表せないんですよ。断片的すぎて。それで30年ぐらい過ぎた時にね、般若心経に出会いまして、般若心経のね税大人種、税大名種、税務東道種、農場一切区、真実不幸、税務上司って全く明るいって言うんですよ。全く比べようがないって言うんです。そのような文言が最後に来るんですね、結論でもって。般若心経の結論、それを文言を見た時にね、あ、自分の体験はこれだったんだな、だからこのことを人に言えばそれでもっていいなって結論付けております。自分は技術者のね、日本一を何人もこう生み出すような三日月クラブっていうのがあったんですよ。そこに通いましたね、せっせと。技術一生懸命磨きました。そしてコンクールをやるんですよ。毎月1回コンクールやってきました、技術コンクール。その時にスピーチコンテストも一緒にセットでやりました。それで文部の二度を頑張りまして、人が集まってきて、文部の二度じゃないとここまで来なかったですね。技術だけだったらば人集まってこないです。やっぱり一つ深みがないと人は納得しませんよ。人間道というのは倫理道徳でも、倫理道徳では、倫理道徳って国ごとに違いますよね。その上に命の道って言ってるんです。命の扉を開くと言ってますね。命の扉を開いていくっていうことは、要するに心地よいエクスタシー状態でもって日々を送れるようになるということです。覚醒状態以来いつも深掘りなんですよ。本当に社会に通用するね、一番深いものは哲学でしょって言ったわけ。三構造が全ての全てだっていうところに行くんですけれども、そういうものをずっと模索してきたし、これから模索していって、もっともっと世界中の人に分かりやすい方向に開示していきたいと思ってます。だからそれはね、文章だけじゃダメって、実態に太陽と情熱の仲間という組織が本当にね蘇ってくれないとまずいんですよね。蘇り続けないと、蘇生し続けないと、鮮度を求め続けないとダメなんですね。商人道でもって、商売さえ良ければいいでもって、じゃあ行き詰まりますね。だから僕は一歩も退けないんですね。今でもこのくらいでいいやっていうのはないですね。SPC 検証では片っぽでは地球生命の安寧でしょ、片っぽその後ろ側を支えるものはザ・マスターキー3なんですよ。マスターキー3だから鍵穴があるわけですよ。マスターキー3を突っ込むんだけど、これなかなか錆びて動かないんですよ。動くようにする潤滑油は背景の肺、肺ってね、これがないとマスターキー3に入っていけないんですよ。
純粋な気持ちじゃないとこのマスターキー3を使えないんです。3の構造というのは世界宣言にもなったり、日常生活でもそうだったり、今回の 今日の戦争をね阻止するのも3構造がなくちゃいけないし、んであのユネスコ憲章ってありますよね、あれの全文に世界の戦争が起きるのはね人の意識の在り方に合うんだってユネスコ憲章に出てくるんですよ。それは私の言ってることも全くそうなんですよ。3の構造を使って例えば頑張ったのがインドのガンジー首相はイギリスで、ね、弁護士を取ってで国へ帰ってきてでインドで解放運動に立つですよね。何回も牢屋に突っ込まれながらそうして裸足の裸足の行進するじゃないですか。で無抵抗主義で行くんだよね。そしてあのインド解放していったの。僕はインドのガンジー王に降りてきてほしいわけね。でだけど死んじゃっていないからマララにやってほしいわけ。やがてマララの時を迎えたいんですけどね、僕民間人だから僕の言ったことはすぐはいかないけど僕の考え方は生かせなくちゃと思ってるわけね。だからマララもね裸足でもってね指揮を取らせたいわけ。私はインドのガンジー首相を尊敬していますと。あの方は裸足でもってねインドを解放していった方だ。私も裸足でも今は地球生命の安寧の時を迎えていると。地球が傷んでるんだ。この痛みに対して私は裸足でごめんなさいを言って指揮を取らせていただきます。それをねマララが発表するとインドの青年たちが動きます。インドの国は動きます。マララを支援しようとねイスラム国の青年たちもねマララに続きますよ。戦争じゃないやってねそっちに気がついてくる。今戦争しかないんだもん、自爆しかないんだもん。そして難民でしょ、どうしようもないところにはまっちゃってるんだよね。人類はまっちゃってるわけ。これをね解きほぐしていくのはねマララしかいないんだよね。 僕の今の考え方はマララは天命使命役割をね担ってると思って、僕ほらバンキムンさんとも会いに行ったし、国連機はね本当に193カ国の代表だけども人物が届かないんだ。国連機の機そのまま合ってるんですよ。193カ国が集まって一つになって頑張ろうって言うんだけど全て人なんだよね。この間中国が戦勝70周年やったんですよね。そしたらバンキモンさん行きましたよね。そしたら一番最初に挨拶なんだよ。こうなんですよね。だから国連機持っていかないんだよね。こんなやろうと思ったもん。ほんで中国のそれから帰ってきたらシリアますます持って戦火もますます持って上がったんですよ。だからトップの人の動きってとっても大事なのね。会社もトップでしょ、国連もね事務総長の人物なんですよ。一オーナーが多店舗化で成功していくのもねオーナーの意識次第だし、国家もそうだし世界の国連もそうだなっていうのがつながってるんですよね。つながってるのが分かるのが僕の特徴なんですよ。で太陽と情熱仲間っていうネーミングも生きてくるじゃないですか。この集団が本当に進化しないとまずいと思う。だから非営利活動でいいっていう組織はとっても必要なんですよね。社長室もなきゃ理事長室もないね、そこでもってつかさどりをやってるっていう、これはね世界に向かってねこうあるべきだって言いたいんですよ。生きてきた道がそうだしこれからもそうです。だから僕がいなくなった後も SPC っていう組織のあり方は非営利活動で生かせたいですね。そして非政府活動もやっていくと、それは僕国連機持ってです各国行ってますからね。それは政府に代わってやってるようなもんです。もっと言えば国連に代わってやってますよね。
人ってそういうね、現実と理想の中で生きなくちゃダメですね。生きるべきだと思ってます。天命に生きるですよね。仕事でも食べていけるのは役割って言うんですよ。で、人々に尽くすことを使命って言うんですよ。天の意を感じて動くことを天命って言いますよ。ですから天命、使命、役割に生きなかったらは情熱って出てこないんですよ。そう思いません？役割だけだったらそんなのこればっかりなのつまんないもん。天命、使命、役割に生きなくちゃならないって、そういう論理構造を持っています。僕はね、聖なる三本木って言ってるんですよ。聖なる三本、ご存知でしょ。 SPC も聖なる旗なんですよね。国連機も聖なる位置がなくちゃダメなんですよ。世界平和を持っていくのにはね、国連機は聖なる位置なんですよ。崇高な大義なんですよ。と同じように SPC の旗も利病の旗じゃないんですよね。人類の旗っていうのは自分の位置です。それからもう一つのマンダラ、例えば平に言うとマンダラです。あれは意識の構造です。あれは命の源を尊く、命の恵みを感謝する、永遠の命を賛歎する、広大無限の栄誉とパワーを共嘆する、そういう構図でできているんです。それは一人一人が持たなくちゃならない聖なる三本木って位置づけしているんです。だから SPC って何かあったら聖なる旗だ、そういう位置づけしています。崇高な大義を持った旗なんですよ。三本の中の一角です。だから命がけでこの旗を掲げなくちゃならないですね。